スイーツ、デザート。ここら辺にあるらしい。山中牧場。食べないと。あなた何派？ミックスなんですか？はい、ね。ソフトクリームになんかのソースを買って、これ普通のコーンのやつ、シンプルイズベスト、はい、分かる。でもちょっとこのプリンも気にならない？まあ確かに。あ、これで買うんだ。すごいよ、しかも2本セットある。本当だ、日本セットボタン。すごくね。でも値段変わんないっすよ。変わんない、変わんないけど要するに、めんどくさいんだよね、これ2回買うのは。ああ、なるほど。あります。あ、うまっ。あそこで食わなくてよかった。寿司屋で食わなくてよかった。うん、うん、美味しい。これはね、これはマジでうまいですね。ミルキー、うん、コーンはよくあります。そうか。うん、うまい。やばい、よかったね。さっき我慢して正解した。油食いそうだったな。チーズケーキか。うん、そろそろ新しいパレは登場しましたか？あ、当時試合開始だからまだじゃないですか。まだか、後半か。彼らロスインゴベルナーレース。後半じゃないですか。そこに登場だ。オープニングで紹介でも楽しいな。はい、オープニングで紹介でもいいよ。パレハン、どうぞ。新しすぎます。 X でもなんともない。出てきてびっくりじゃない。猫で。また全部 X やりましょう。いいよね、あれまたやりたい。俺も嫌がらせるやりたい。でもそれで入ってましたもんね。もうなくないから今より入ってる。うん。試合が全部当日だった。全日本プロの武藤圭司のパッケージプロレスの延長でレッスワンというイベントは面白いんだよっていう、イベント1個として個人の誰かの選手じゃなくて、うん、イベントとして面白いっていうのをしたいとしたから、まあ、それで誰が来ても、うん、よろしくお願いします。全部 X 焦ったらやんないとな。5周年記念でやりてぇな。冬フェスでやりましょう。ボブサップとかです。しびれるね。ゲインスポーツワイズ。シングル、タッグ、シックス面で1、2、3、6人出して、X も、ね、6人にして、3試合。
高のプロデューサーじゃないですか。ねえ。だけど、1試合の違いは近藤修司もあるんです。2人ともハッピー。俺はもう多分見てハッピー。ソンショバーサス、タケルとか。うわぁ。はい、トンショバーサス、クロップでーす。3分間のエキシビションになります。タコな国にやって終わる。あ、誰だ、あ、誰、もう関係なくサッカー選手とかもいる。足のクバ VS J リーガー2人PK 対決。そうそうそう、福原愛対誰だろう。ギャラすごいことになるよ。それを使える人どこまでなんだろうっていうのを考えるね。そしたらこの提案でいけるじゃん。タケルに関してはやばそうですか。タケルに関してはやばそう。いや、じゃあ本人出なくてもセコンドでいいから。誰から貸してないですか。まあ、困ったら梶原さんでもいいよ。あ、そうっすね。下から。この試合はキックボクシングのエキシビションマッチになります。すごい速さでレガースとさ、あれつけてファールカップ履かせてさ、よし、いけます。ヘッドキャスケット、いけます。今度さ、TV の時さ、TV の時さ、あれしたいんだよね。K1 行きたいんだよね、みんなで。コードメージ。おぉ。若手の俺の練習部分、みんなで K1。キックボクシングの練習。うん、いいっす。それネタ振りで。あ、ネタがない。明日が大丈夫、いける。あれ。なかったね。え？なかったね。もうできるっしょ。結果じゃそれでしょ。え？アオリブイ、あの昔のブイです。あ、昔のブイ。はい、あるでしょ、過去の。ね、あります。それも使ってさ。やりてえな。まさにね、面白そうですね。3分1ラウンドでしょ。あ、もうあの2分2ラウンド。1ラウンド、1ラウンドにタオル投入とかでしょ。よくないもん。3人掛けとかだ。トンショ、佐藤、あの、なんか誰だと、はじめとかで、長州力が5人掛けをやった時に、3人掛けていきましょう。つって。え？今日一日、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕はね、もうちょっと、あれ、プラプラして、もう空港に向かうから。もうちょっとっすよね。そう、でも、もう、あれでしょ、晩ご飯食べたから、僕は。7時ぐらいですよね。もう19時ちょうど、ちょっとプラプラしたら、もう僕、空港行って、はい、お土産買って、ロイズかな、六花亭かな、生チョコ、生キャラメル、考えられない、それしながらね、もう僕はもう、数時間後にはもう、東京に帰りますんで、そうですね、高くんはこの後、ね、飲みに行かないと、はい、みんな待ってるから。飲みたいっす。飲みたいけど頑張って、はい、爆睡して明日で夜で、はい、すいません。じゃあ、ニコプロロケ、札幌編終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。